私の JBN 芸能界テインメントワールドチャンネルへようこそ。嵐、櫻井翔が総合司会、日テレベストアーティスト2021の露骨編集にジャニーズファンから激高の声。元 TOKIO 山口達也と共に消された7人。11月17日の夜7時から4時間にわたり、嵐の櫻井翔、39。が総合司会を務める大型音楽特番ベストアーティスト2021日本テレビ系が放送された。今回の放送では櫻井による嵐の海人のピアノ演奏から幕を開け、桑田佳祐65、郷ひろみ66ら大御所から夜遊び、オーサムシティクラブなど旬の若手、乃木坂46や桜坂46ら女性アイドル勢、シックストーンズやスノーマンらジャニーズアイドル勢など多くのアーティストたちが出演した超豪華な番組となった。さらに番組開始から20周年の節目となる同番組ではベストオブベストアーティストと題して過去20年の放送のなシーンを振り返る企画も行われた。ベストオブベストアーティストの企画ではジャニーズ熱狂ライブ編と題して過去20年の放送で出演してきた多くのジャニーズアーティストの生パフォーマンスを振り返るコーナーもありました。ただこのコーナーが一部で物議を醸すことになってしまったんです。女性指揮者ベストオブベストアーティストジャニーズ熱狂ライブ編では最初に2001年放送回の時を V6 KinKiKids が参加する J フレンズの Always A Song for Love の映像が流れた。J フレンズには2018年4月、当時女子高生だったタレントに危害を与えた事件で書類送検され、2018年5月にジャニーズ事務所を退所した元 TOKIO の山口達也、49、がいます。今回の放送では、J フレンズ全体を映した引きの映像で、山口の姿は見えたものの、メンバーそれぞれの顔がアップになるシーンでは、永瀬智也、43、と森田剛、42、台所した2人の顔も映された中、山口だけよりの映像がなかったんです。コーナーの2番目には、2003年に放送された TOKIO のアンビシャスジャパンのパフォーマンス映像も流れましたが、ここでも永瀬のドアップはあったのに、山口だけはよりになる映像はありませんでした。前道。山口以外の揉めた台所者も編集で露骨なカット。コーナーで3番目に流れたのは、2009年の放送回で V6 と関ジャニ無限がコラボした WA になって踊ろうの映像だった。2009年当時はまだ、関ジャニ無限には、2018年に海外で音楽を追求するという理由で台所した渋谷スバル、40、と、2019年9月に渋谷と元 KATTUN の赤西仁、37、を追うように台所した錦戸亮、37が在籍していました。 V6 と関ジャニ無限がステージで輪になって集まった時の引きの映像で渋谷と錦戸らしき姿は見られたもののメンバー一人一人の顔が映されるシーンでは渋谷と錦戸だけ省かれていましたね。前出の女性指揮者。4番目はニュースの恋の ABO の2009年放送回と2012年放送回のパフォーマンスをミックスした映像が流れた。2009年当時、ニュースには小山健一郎、37、増田貴久、35、加藤茂明、34、の現メンバーに加え、2020年に未成年との飲酒報道で芸能活動を自粛してそのまま台所した山下智久、36、ステイホーム期間中の外出で自粛となり台所した手越優也、34、そして錦戸が在籍していました。おそらく2009年のものと思われる映像では、ステージに6人が立っているのがわかる引きの映像も流れました。6人がいる時代の映像も使っているのにもかかわらず、全体を通して、よりの映像は小山、増田、加藤のものしか使われず、露骨な、山下、手越、錦戸のカットが目立つものでしたね。前道。ファンからは犯罪したわけじゃないんだからの声も。5番目には、2010年放送回の平成ジャンプのウルトラミュージックパワーの映像が流れた。この当時グループには、2011年に喫煙写真が報じられて活動休止となり、
2014年にジャニーズ事務所をタイトコロした森本龍太郎、26、も在籍していましたが、今回の放送で森本の顔が確認できる映像は一切ありませんでした。へ、せ、ジャンプの後には、KATTUN のキープザフェイスの2011年と2013年のパフォーマンスをミックスしたものが流れました。ここでも度重なるルール違反を理由に2013年にタイトコロした田中誠、36、方向性の違いを理由に明確な説明がないまま2016年にタイトコロした田口淳之介、35、が在籍していた当時の映像が使われていたものの、2人の顔が確認できる場面はありませんでした。前室の女性指揮者、有感紙デスクは言う。今回の放送で山口以外にもカットされた渋谷、錦戸、山下、手越、森本、田中、田口の7人は、不祥事があったり、事務所と揉めたり、決して円満たいところとは言えない形で辞めた面々ですよね。ジャニーズ事務所サイドが、彼らを消してほしい、などと番組に指示を出すことはありえないでしょう。ただ、日テレサイドでジャニーズへの強い忖度が働き、山口を含めた8人の揉めたたいところ者が、編集で見事に消されてしまった、ということでしょう。たいところ者が映らない過去の映像に対しては、何？どうやらベスアに抜けたメンバーは映ってない。りょうちゃんとすばるだけ。綺麗に編集されてるって。上等じゃねえかゴラー。別に元いたメンバー者してよくない。犯罪したわけじゃないんだからベスアの恋の ABO 綺麗に3人に編集されててなんだかな。いいじゃん、6人映したってといった反応がネットにも寄せられていた。いつの VTR を使っているかを番組でははっきりと表記していたから、その当時誰がいて、誰が消されたかファンには丸分かりになってしまう。応援しているグループの過去の映像が流れる貴重な機会で、楽しみにしていたファンも多いでしょう。なのに露骨なまでに強引な形でカットされてしまった。警察沙汰を起こしている山口や田中、田口は仕方ないような気もしますが、そうではない人も消されてしまった。そのことに憤りを感じるファンから怒りの声が上がるのは無理もないでしょうね。前どう。豪華アーティストたちの祭典となったベストアーティストだが、一部の視聴者にとっては残念な放送になってしまったようだ。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。